フツナ諸島、フツナ島は、フランス海外領、ウォリス・フッツナの島。近くのアロフィ島と共に、フツナ諸島を形成する。火山島であり、島の周りには、産後礁が発達している。西部のシガベと東部のアロの二つの伝統的な王国に分かれており、現在でも両王国は、自治権を有する。人口は4871人で、 そのうち2991人が東部のアロ王国に1880人が西部のシガベ王国に居住している。フッツナの最高峰は524メートルのプケッサンである。島の面積は83平方キロメートルで、そのうち53平方キロメートルがシガベ王国、30平方キロメートルがアロ王国領である。フツナ島は ウィレム・スクーテンとヤコブ・ラ・マイヤーの二人によって1616 16年に発見された。彼らはニューアフォーグ島に立ち寄った後にこの島を訪れた。彼らはこの双子の島をホールン島と名付け、これが英語、フランス語でのこの諸島の呼び名となった。シガベトアロの両王国の国王は貴族階級から選ばれ、 フランスの下で住民を統治している。ポイ村を除くすべての村は、島の南東岸にあり、西から、トロケ、フュア、バイセイ、ヌク、そして、フッツナの主婦であり、鳩場のある、レーバ村までが、シガベリョで、その東のタワー、マレレ、オノ、コリア、ベレ、ポイントベレ空港がある。そして、北岸のポイ村が、アロリョである。住民は、 ウベア島と同じく深くローマカトリックを信仰しており、1841年に殉教したポリネシア唯一のカトリックの聖人、ピエール・シャネルの大聖堂が多イ村にある。一方、フツナの住民はサモア系で、トンガ系のウベア島民とは文化や言語が大きく異なる。フツナ人はフツナ語とフランス語を話す。ありがとうございます。